どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はねトーク動画になります。先月ねアメリカのウィスコンシン州にね行ってきました。アクティビジョンの子会社であるレイブンソフトウェアがあるところでございます。まあ、COD をねよく知ってる人がねいればわかると思うんですけど、まあ今までの歴史で言うとコールオブデューティーゴーストを、インフィニティワードと共同開発したりとか、最近だと、コールオブデューティーウォーゾーンの方を、インフィニティワードと共同開発してます。あとコールオブデューティーの、4 の, あのリマスターだったりとかねも開発を担当してますね。あ、それとあのブラックオプスコールドウォーも、レイブンとトライアジの共同開発作品みたいです。はい、ってな感じでございます。でそこでですね今回はウォーゾーンランクを先行プレイしてきました。じゃあプレイ動画こちらですって流したいんですけど、今回ね結構厳しくて、あの撮影がね一切禁止だったんですよ。なので今回は、まあ、ウォーゾーンランクをやってきた感想と、ちょっとね COD のその開発現場というかそこを見させていただいたので、その話もしようかなと思いますので、まあラジオ感覚で聞いていってください。で撮影が禁止だったので現場でねこうメモを渡されて、携帯も禁止だったからこうやってねメモで書いてきたんで、ちょっとそれをまあ読みつついこうかなと思います。まずウォーゾーン2ランクの概要ですね。シーズン3の間にベータ版がリリースされます。そうまだねウォーゾーンのランクをまあリリースはするけど、まずはベータ版としてこれからねこうユーザーの反応を見ながら、どんどん改良、加えていくよということで、まだベータ版という形らしいです。でランクはトリオモード3人ですね。で人数は150人で、いわゆるCOD のマルチと同じようなランクシステムになります。スキルレーティングってあのランクとは別のレベル表記もあり、ランクはブロンズから始まり、マルチと一緒のレインボーだったり、トップ250があります。ランクアップのポイントに関しては順位、キル、アシスト、チームキルという、まあ、バトロワでおなじみの、ポイントになります。で、今回のこのウォーゾーンランクは、その、やっぱりテーマとしては、その、ウォーゾーンっていうこのスピーディーな、アグレッシブなバトロワのこの良さを消さずにランクに持ち込むということで、なんか後半になるとキルポイントがね、上がったりとか、よりこう、キルをしに行くことを優先させるようなバトロワになってるみたいです。まあ、最初はキルが6、5ポイントだったのが、後半になってくるとなんか7ポイントになったりね、するみたいですね。あ、言い忘れてましたけどマップはアルマズラです。ウォーゾーン2から導入されたマルチサークル、あのアンチシステムね、それもちょっと一旦廃止して一つの円になりました。あのマップとかにある AI はちょっと弱くしてますと。でライオットシールドが禁止になってます。まあこの辺も含め、まあまだベータ版なのでみんなのこう反応を見ながら、まあみんながこうこれを禁止にしてほしいみたいな、制限してほしいみたいな意見があったら、どんどんそれは反映させていくみたいですね。ヘビーチョッパーとか強力な乗り物系もちょっとね一部、規制が入っておりますと。購入ステーションにある UAV とかガスマスク、セルフリバイブ系ね、自己蘇生ね、その辺もねちょっと回数制限がかかってます。次の注目ポイントはレベル45でランクに行けるようになるので、結構レベル上げが必要になりますね。まあこれはまあチート対策の一つになってくるのかな。少し前の動画でコールオブデューティが発表したね新しいチート対策もね含め、かなりこうウォーゾーンの方にね、ウォーゾーンランクに備えてチート対策は、用意してるみたいでございます。でペナルティ関連、まあ、いわゆる回線落ちしちゃったとか味方がいないとか、そういう辺のねサポート、ランクが下がらないようにするっていうサポートももちろんありますっていう。ランクをね実際にプレイした感想としては、まあ本当にこのカジュアルにあるウォーゾーンの良さを消さずにそのまま持ってきたっていう感じで、まあ一部規制は入ってますけど、やっぱりこう世界的にウォーゾーンが流行った理由っていうのが、やっぱスピーディーでカジュアルで、そのバトロワだけどすごくこうガンガンアグレッシブに動けるっていうところが良さだったので、まあそこを消さずに一旦リリースして、でまあ一応ベータ版っていう形でユーザーの声を聞きながらね変えていきますよっていうね、開発者の意思が見えたというか、実際にその開発の方もその辺をすごく強調してたので、まあ、非常に楽しみでありました。でその後はねなんかレイブンソフトウェアのねスタジオをちょっと見させてもらいました。でこれもね撮影したかったんだけど、なんか次のシーズンのさスキンとかさ、いろいろね見せられないものがいっぱいあったんだけど、でスタジオとしてはレイブンソフトウェアはやっぱインフィニティワードとかと比べると全然まあ小さいスタジオなんだけど、
なんか少数精鋭でやってる感じでしたね。なんだろう、あのアメリカにあるさ、こうデスクが区切られてて、で大量にあって、でそこでみんなこうプログラムやってたりとか、次のスキンのデザイン考えてたりとかね、壁にいっぱいこう貼ってあったりで、あとモーションキャプチャーのねスタジオがあって、ね、実際に銃とかが置いてあって、あのキャンペーンのさモーションキャプチャーこういう風に撮ってますよっていうのを見させてもらって、であと音響のところもね、実際の銃をこう構えるこうカサカサっていう音だったりとか、あとなんかドアにこう体が当たるような音も実際にそこで撮ってたりとかね、すごいやっぱ、細かいとこまでね本当音声を収録してたので、まあ、多分この辺はインフィニティワードと共同でやってるのかな。次のシーズンに出てくるね、すごいもうこれ言えない、言っちゃダメだ、言ったら多分首が飛ぶと思うんだけど、なんかね武器のねスキンがすげえかっこよくて、実際にもう今まさに作ってる瞬間を見させてもらいましたね。モダンフィアツのスキンやっぱかなりこだわってるなと思ってたんですけど、ああいう風にねこうずっと専用のね専門のスタッフかがこう、ね、デザインしてるっていうのはね、 COD も16年以上やってますけど、まあ、スキンだったけど作られてる瞬間を見れたのはねすごく良かったです。いやこれお見せしたかったけどね、いやでもまだ発表されてないやつだから見せられないんだよね本当ここは悔しいところですけども、あとそのスキン作ってるスタッフが、ね、あのガンプラ飾ってましたね。結構オタクっぽかったねあれは、てな感じでした。今回はねそう撮影ができなかったので、まあこういうトーク動画になってしまったんですけども、というわけでアメリカ出張の、ウォーゾン2ランクのお話でした。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。